森が騒がしいと思って来てみれば、こんなところに人が落ちているとはな。お、元気になったぞ、ダリム。お前のスープはすごいな。食べるか？何を言っているかわからないが、感動したようだな。ただのスープなのにこれほど感動されるとは。作った甲斐があったな、ダリム。俺は部屋に戻る。落ち着いたら連れてこい。
入れ。お前はあの森で何をしていた？どうした？答えられないというのか？まさか面倒事を抱えているのか？森で迷子、その挙句行き倒れか。そうか。それはいい心構えだな。なんだ？続きを言え。知らん。ダリムに聞いて、いろいろ覚えるといい。そうだな。死ぬまで。単純なことだ。俺の土地に落ちていたお前は、俺のものだ。あのまま森の中に倒れていれば、獣に食われ、無残な姿になり果てていただろうな。ここにいることが不服なら、獣に食われるといい。なんだ？善処しよう。俺はお前の飯を作らんからな。拾ってきたのは俺だが、お前の世話はダリムに任せる。ただし、夜は絶対に出歩くな。何が聞こえても外に出るな。逃げようなどと考えるな。まだ何かあるのか？そうだ。バルトレート・グラフ・フォン・ウールブ・ヘジン。長いのは貴族の称号が入っているからだな。形だけな。引き継いだだけだからよくわからんが、伯爵らしいな。どうでもいいことだ。俺は疲れた。あとはダリムに世話をしてもらえ。
お前は誰だ。ああ、食べっぷりが凄まじかったやつだな。あ、ああ。そうか。俺は寝る。仕事でちょっとな。いや、寝不足ではない。この時間帯に寝るのが好きなのだ。ああ、昼間に寝るのはおかしいか。そうなのか。そうか。参考になる。ではな。ん？お前か。そこで何をしている？その名前で呼ぶのはやめてくれないか。いや、そう呼ばれるのに慣れてなくてな。ダリムは坊ちゃんと呼んでいるが。そうか。なぜだ。旦那様と呼ばれるのも自分が年を取ったみたいで嫌だが、仕方ない。そう呼ぶといい。様は必要ない。うむ。
部屋の掃除は構わないが、屋敷内を一人でこそこそ歩き回るなよ。無事でいたければな。わかったか？ああ、お前か。言ってみろ。それがどうした？軽率なこととは何だ？それに、どうしてお前は謝ったのだ？別に聞かれたくないことでは。いや、あの、ん？そういう意味とは何だ？ちょっと待て！説明！あいつは一体何なのだ？
何か用か？そうか。素敵。大した演奏ではない。そうか。まあ、弾いているときは何も考えなくていいからな。それが真剣に見えたのかもしれん。いや、曲のことは考えて弾いているぞ。俺が言いたかったのは、余計なことを考えないということだ。うむ。どうした？お前は、ピアノを弾けるのか？そうか。残念だな。なぜだ？ふん。お前もそう思うことがあるのか。聞くだけで効果はあるかわからんが、それでもいいなら弾いてみよう。どうだ？聞いたか？おい。寝ている。そういえば、俺も父上の演奏を聞くたびに眠っていたな。効果はあるということか。お前、ダリムを知らないか？ああ、そうか。買い出しの日だったな。俺は出かける。ダリムが帰ってきたら、そう伝えてくれ。なんでお前がここに？
どうしたものか。なんだ。ワン。犬は飼っていないが、もしかして狼のことか。狼だ。飼っているとは言えんが、たまに屋敷付近をうろついている。確か、森にも数頭いるはずだ。放っておけ。気にするな。近づくな。触るな。以上。出ていくつもりか。この屋敷から出るなと言ったはずだ。そうか、お前もそうなんだな。お前も俺から逃げるのだな。出て行きたいのなら、出て行けばいい。出て行きたいのではないのか。
かった。ああ、勘違いしてすまなかった。